自分が今大学で頑張っていることは、小学校1年生から始めたサッカーに今も打ち込んでます。大学に入ってからはプロサッカー選手になるために日々努力を続けています。大学では自分に何が足りないのか、成長するためには何が必要なのかなど、自分での分析なども行い、しっかりと限られた時間の中で自分の目標を達成するためにはどうすればいいかと日々考えながら練習に励んでいます。学業面では教員免許を取るために大学で授業を取っているので、教員免許を取ることが学業面での目標です。自分がおすすめする大学のおすすめスポットは観光棟です。観光棟には学生ホールっていう場所があって、そこで友達と話したりとか、自分は部活前にそこで自分で一人の時間を作って、モチベーションを高める時間にするために活用したりしています。今後の目標は、まず大学を卒業した後にプロサッカー選手となり、プロの世界で活躍し続けることが目標です。プロになっただけで終わりではなく、プロの中でしっかりと活躍できるような選手になるために、大学でも努力を惜しまずしっかりと成長できるようにしていきたいです。その後は、自分は教員免許を取る予定なので、教員免許などを取って、どんな形などでもいいので、サッカーに関わる仕事に就きたいと思っています。